系の方でしたら大体の方が水分不足が原因で便秘になっているので、あの、まあ、カチカチのうんちになっちゃうので、うんうんうん、まあ、そこをこう健康なうんちの8割は水分でできているので、はい、まあ、そういうようなところも意識してお水を取っていただくと、その腸内環境的にも、まあ、うんち的にもいいのかなと思います、はい、4リットルって結構ですよね。もう2リットルのペットボトル2本ってなると相当な重さですもんね。4キロそうですね、うん、でも全然持ち歩いちゃいますね。持ち歩いはい。どういう風に持ち歩いてるんですか。例えば小分けにして何本か持っていくのか、もう2リットル持って全部置いておくのかとか、はい、あ、もう2リットル2本2リットル2本2リットル2本、はい、持ち歩いて飲んでます。それはもう買ってるんですか、水道水でもいいんですか。あ、いえ、あの、僕は浄水、あの、前までは1本1本買ってたんですけど、うん、そのまあ、ゴミも出ますし、うんうんうん、そのまあ、コストもかかるので、まあ、浄水器にして、うん、あのボトルに入れ替えたりして飲んでます、うん、はい、あ、水道水、あ、そうです、水道水を浄水器でろ過させて、ろ過させてから、ろ過させてから、やっぱりその水の質とかっていうのもなんか腸に関係あったりとかはするんですか。あの、現代の日本のお水って飲めるんですけど、うん、はい、なんで飲めるかっていうと、そのやっぱり、うん、と塩素で消毒させて飲んでるんですよ、うん、で今の日本のその水道管がすごく古くなったりで錆びたりしてて、うん、あのそのままでは飲めないので塩素を含ませてあの飲めるようにさせてはいるんですけど、その塩素があまり体に良くないので、うん、あの飲まないよりはいいんですけど、あのそれ以上の対策ができるのであれば浄水器か何かでろ過していただいて、あのお水を飲んだ方が、いいですね。はい、なんかついこう福島の水ってすごい綺麗だって言われてるので、うん、なんかすごい私たちは飲んでもいいもんだって思ってたので、うんうん、すごい考えさせられました。あ、飲めるは飲めるんですけど、うん、飲めるは飲めるけどその塩素が入ってるよっていうところはやっぱり頭に入れておいた方がいいっていう。そうですね、あまり腸には良くないのかなと思います。飲まないよりはいいと思います。はいはい、ありがとうございます。そこまで考えていなかったので。でもなんか先ほどのお話であったその体重の 3% がいいってお話あったと思うんですけれども、それ意外と少ないなって思って、はい、っていうのもそのよくダイエットとかでなんか1日2リットルのものがいいっていうお話がよく聞くんですけれども、女性って多分その男性ほど体重がそんなにない方って多いと思っていて、それで結構2リットル飲むってなると何だろう、こう 3% だと意外と少ないなっていう印象でしたね。でもやっぱりその筋肉量によってやっぱり違ってくる。そうですね、そのまあ、女性でしたら筋肉も男性に比べて少ないですし、うん、まあ、そういうところで体重の差があるとは思うんですけど、うん、その、まあ、筋肉の量が違うということは代謝の量も大きく違いますので、うんうんうん、そうなるとそのやっぱり自分に合わせたその漠然と2リットル取るのがいい、まあ、確かに巷では言われてますけど、それを信じて飲むのではなくて自分に合わせてその、まあ、2リットル飲めるなら飲んでいいと思いますし、 それが合わないんだとやっぱり減らしていただいて、うん、そうですね、そのなんか漠然としたその2リットルっていう数字よりも、うん、なんか自分の代謝とか、まあ、体質とか、まあ、その時の状況に合わせて取っていただく方がいいですね。やっぱりその巷の情報にこう左右されるんじゃなくて、やっぱ自分の体調とか、うん、体質に合わせてこう管理していくのがいいですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。またあのまた別の食事の話をちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、よくあの筋トレされてる方とか、うん、ダイエットされてる方でよくあのプロテインを飲まれてる方とか多いと思うんですけれども、うん、はい、でもあの私も個人的に聞いたことあるのが、うん、やっぱり人によってお腹に逆にプロテインが悪かったりとか、うんうん、腸内環境を悪くしてるっていうお話があると思うんですけれども、うん、はい、大輔さんご自身はどうですか。そうですね、あのプロテインも、うん、まあ、タンパク質ですよね、まあ、必要な栄養素なので普段、まあ、でもプロテインっていうのはそもそも
栄養補助食品なので、それをメインに摂るのではなくて、そのまあリアルフード、そのちゃんとした食事から摂るということを意識していただいて、それで摂れないのであればプロテインを飲む、そのそこに重きを置くのではなくて、あのやっぱり昔からある食品、その昔の日本人が摂ってきた食品、例えばタンパク質、大豆とか、そういう、海外から来たそういうジャンルじゃなくて、そのプロテインみたいなサプリメントではなくて、そこをそのリアルフードから取るっていうところを心がけていただいて、あの取るのがいいかなと。でもし取るのであればソイプロテインとかで、あの牛乳で割るんじゃなくてお水とか豆乳とかで割っていただくと、お腹への負担は少ないのかなと僕はそういうふうに思っています。やっぱりこう自然の食材とか食品とかをメインで取って、取れない部分をそのあくまでも栄養補助っていう意味合いでプロテインとかサプリメントに取るのがいいっていう感じですか。そうですね、まあ、はい、難しいのであれば全然それで、プロテインでも全然いいんですけど、パウダーで、はい、今のお話であったその牛乳がそのあまり良くない感じのお話だったと思うんですけれども、はいはい、よく乳糖不耐症の方は、そのお腹の中でなかなか乳製品が消化できないから良くないと聞くんですけれども、はい、例えばその乳糖不耐症とか持っていない方でも、やっぱり乳製品って控えた方がいいんですか？どういうふうにお考えですか？そうですね、僕も乳糖不耐症ではないので、その乳糖不耐症の方のちょっと気持ちを完全に理解できるかというと、そうではないんですけど、それ以外の知見として、牛乳はその発がん性の物質があったりとか、海外ではあまり取っていない、その摂取を進めていないようなっていう研究だって、その記事を見たことがあるので、牛乳に僕もさほどメリットを感じていないので、僕は牛乳はもうほとんど飲んでないっていうか飲まないですね。そのやっぱり牛乳を飲むのであれば僕は豆乳を選びますし、牛乳はあくまで嗜好品の一つなのかなと、というふうに捉えております。はい、はい、同じ乳製品でもよくヨーグルトは体にいいっていうと思うんですけれども、ヨーグルトと牛乳ってまた別なんですか？いや、大体同じなのかなと、はい、思ってます。ヨーグルトも結局乳製品ですので、僕腸で見てもその大豆とかそういうものからできている食品が腸にはいいので、ヨーグルトってさっきあっちゃんも言ってたんですけど、ヨーグルトって菌なんですね。菌を自分の体の腸の中に定着させるためには毎日バケツ1個分ぐらいのヨーグルトを取らないといけないというふうに言われているので、ヨーグルトって別にそんなに食べたくはないのかなと思うので、あと多様性が腸は大事なので、ヨーグルトがいい、じゃあヨーグルト毎日食べよう、いっぱい食べようじゃなくて、ヨーグルトも食べて、キムチも食べて、味噌も食べて、そういう発酵食品をいろんな形で毎日少しずつ摂っていただく方が、その自分の体にも定着しますし、その多様性という意味では、いいのかなと思います。そのヨーグルトもいいとは思うんですけど、そこに限らず、こだわらず、いろんなものを食べていただいた方がいいと思います。そのおっしゃっていたその腸内環境の多様性というところを意識して、ヨーグルトがいいというから、ヨーグルトに固執するとかではなくて、いろんなリアルの食材をまんべんなく摂るのがいいということですね。そうですね。はい、ありがとうございます。また先ほどお話しされていた食事の内容のところでちょっとお聞きしたいところがあるんですけれども、お昼と夜もその玄米とか、お味噌汁、納豆っていう食事だと思うんですけれども、例えば
こうお仕事で外にいたりとか、うん、また何でしょう、また別件で外にいる時とかの食事っていうふうにはどうしてるんですか、はい、そんな、なんか玄米炊いたりとか、なんかお味噌汁でお湯溶いたりとかできない場合も多いと思うんですけども、はいはい、どういうふうにされてるんですか。外食の考え方ですか。外食とか、そうですね、職場にいる時とかどうされてるのかなって、はい、あの職場にはあの完全に持ってっているので、あのカバーできるんですけど、うん、外食ってなると僕逆にあのさっき月1でチートデイって言ってたと思うんですけど、外食はむしろあの心の中でガッツポーズしてて、あのやっぱ人から誘われたり、じゃあ今日は集まろうとかっていう日に、うん、ごめん俺玄米持ってきたからとかってちょっとキモいじゃないですか、うん、ですし僕前それやってたんですよ、あの、うん、ちょっと腸に悪いからごめん俺今日水でいいわみたいな、あのそういう外食で美味しい食べ物が食べれるレストランに行ってもごめん俺水しか飲まないやってたんですよ。まあ誘われなくなりますよね。さすがにそれはやばいと思ったので、うん、あの食事はコミュニケーションなので、うんうんうん、その自分一人で取る食事であの食事はそれでいいと思うんですけど、その自分の体のためにその準備したものでいいと思うんですけど、コミュニケーションの場にそれを持ち込むのは違うなっていうふうに考えたので、ですし僕もその完全に食品添加物を取らない人間ではないので、そういう時はむしろラッキーだと思って、もうがっつり食べますね。そういうふうにバランス整え取って食生活をしてます。そうですよね、逆に心の健康も損なわれちゃいますもんね、うん、そうですね、コミュニケーションが取れないとか、そうですね、はい、友達が離れちゃう、離れちゃう、はい、結構いろんな経験もされて、うん、今の食生活だとか生活習慣に行き着いたっていう感じですかね、うん、そうですね、はい、あの結構大人になると軽い気持ちでなんか飲みに行こうよとか誘われると思うんですけれども、うん、そういう時も結構断ったりとか水だけで飲み会乗り切ったとかだったんです、うん、飲み会とかの時はどうだったんですか。飲み会、ま、飲み会、ま、パッと思い浮かぶ記憶はないですけど、でももしかしたらごめん俺今日行けないって言ってお酒、まあ、アルコールもあまり体には良くないので、私学びたての時はもうアルコールは悪だみたいな感じだったので、あの何か理由をつけて断ったりしてたかもしれないですね。でもそれだとやっぱり楽しくないじゃないですか、うん、まあ、僕もお酒は好きなので、なので今は普通に飲みます、一人でも飲みますし、はい、ありがとうございます。はい、そういうふうになんか結構コミュニケーションと自分の生活とをちょっと兼ね合いをつけながらバランスよく生活してるって感じです。そうですね、はい、逆にそのなんだろう、誘われたとかじゃなくてなんかやむを得ずこう持ってきてなくて、うん、コンビニ食になるしかないとか、うん、多分あの働かれてる方だといる可能、うん、なんだろう、結構多いと思うんですよ、はい、あの思いがけず外回りに行かなくちゃいけない、うんうん、で昼の時間になっちゃった、はい、そういった時に例えばコンビニで選ぶ時とか何かワンポイントとかアドバイスってございますか。そうですね、今日のスライドでは出さなかったんですけど、その体にいい食品の頭文字を取って、あの孫は優しいっていう、その聞いた時ありますか。あります。あ、そうです、そうです。で、まが豆、ごがごま、わがわかめ、まあ、海藻ですね。で、矢が野菜、で、さが魚、しが椎茸なんですけど、これはキノコ、あと、いが芋っていうような感じで、孫は優しいを、その、そういう時は、そこで何か買えるものがないかなっていうものを選んで、僕は買うようにしていて、まあ、多少、まあ、その食品添加物は仕方ないと思っていて、なるべく少ないものを選ぶようにはしてるんですけど、まあ、もう出先で自分で準備してない。もうどうしようもないってなったら、その孫は優しいの中で、まあ、自分でこう裏を見て、原材料を見て、うんうん、まあ、なるべく食品添加物少なくて孫は優しいを網羅できるものを選ぶようにしています。なんかその添加物とか意識しないとってなると、うん、コンビニでちょっと悪だみたいな、はい、とかもあるんです、はい、なんか自分もそういう経験があったので、うん、でもやっぱりそこに孫は優しいっていうところを意識して取れば、うん、こう結構腸にいいバランスが取れるっていう感じですよね、うん、そうですね、はい、でその
ファミレスとかもし行った時とかも一応孫は優しいで選んだりするんですか、うん、その例えば誘われて外食で行った店とか、はい、一品って選ぶと思うんですけれども、うん、そういう時も結構意識してるんですか、それとも、はい、チートデーみたいに、うん、もう今は孫は優しいじゃなくても食べちゃおうって感じなのか、うん、どちらのマインドでいつも行かれるんですか。それはもうその時の気分ですね。食べたかったら食べますし、はい、なんか今日ちょっとそういう気分じゃないなっていう時は、まあ、いくら目の前にそのメニュー表があって美味しい食べ物が並んでいたとしても、まあ、その中でその腸にいいもの、孫優しいだったりとか、そのそうですね、食物繊維、発酵食品のあるものは選ぶようにしています。なんで固定した考えではなくて、食べに行った時はその時の気分で選ぶようにしています。この気分とかも大事ですもんね。そうですね、先ほどの話と同じですけど、うん、その自分が食べたいものだとか意外とやっぱり心に従うのも健康に大事ですもんね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、私からすごいたくさん聞いたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このまま質問の方に移らせていただきます。何かじゃあ大輔さんに何か質問だとか、あともうご感想でも大丈夫なんですけれども、何かある方ございますか。お聞かせください。僕は、ありがとうございます。僕も腸活について、これからも大輔さんがおっしゃったように、運動と睡眠と、はい、マインドと、はい、食事と食事と心がけていきたいなと思いました、はい、そこでなんですけど、はい、マインドについて質問なんですけども、はい、カビ口を聞いたりとかしたときに、うん、なるべく自分が言わないっておっしゃったと思うんですけど、はい、なんか人間誰しも、うん、ストレスとか抱えたりとかすると思うんですけど、はい、そういった際は、親しい友人とか、うん、家族とかに、うん、自分の持ったことを、ネガティブなことにして言っちゃって、吐くべきなのか、それとも、溜め込んで、我慢して、ポジティブな、無理やり食べるみたいな感じのマインドでいくのか、はい、僕、その確かに言わないっていうのを心がけていて、本当に僕、陰口とか悪口とかすごく嫌いなので、聞くのも言うのも嫌いなので言わないようにしてるんですけど、まあ、僕も人間なのでまるでゼロではないです。そういう時どうするかというと、親しい友人に話してます。本当に信頼できる友人が僕のそこにいるんですけど、その僕の親友なんですけど、本当に彼には本当に言うようにしていて、本当にダメだっていう時はやっぱり相談僕はしてます。で、本当に正解はないと思うんですけど、それこそ陰口を言うことでストレス発散になる人もいれば、それで自分の心のバランスを取れる人もやっぱり中にはいると思うので、そういう人に良くないからって言って完全に否定するのは良くないと思ってます。やっぱりみんな十人十色じゃないですか。で、100、200みんな違うと思うので、お名前なんて言うんですか。矢吹ルイさん、矢吹さん その個性で僕はまだ分からないんですけど、いろいろ試してみて、言わない聞かない、やってもらって実践して、それで辛いならやっぱり吐いた方がいいですし、でそれで吐く相手も信頼できる友人なのか誰でもいいのか、それこそなんか無機質なものに言ってもいいと思うんですよ。だし吐いてもいいと思うんですよ。吐き出す全部口じゃなくて、なので僕も、答えで言うと僕も言う時はあります。でも僕は親しい友人だけって決めていて、はい、それ以外は全部自分が消化したりとか変換して、やるようにしてます。そうですね。はい。でも昔はできなかったです。やっぱりさっき。あのちゃんとの話でもありましたけど、食生活もさほど整っていなかったですし、やっぱり自律神経も整っていなかったので、それを受け流したりとかやっぱりできなかったんですよね。でも今は、ありがたいことに腸活っていうその分野でやって実践して、自分の自律神経が整って感情の波が今減ったんですね。
まあ、ほぼフラット。何か受けてもちょっと下がったとしてもすぐ戻れるんですよ。それは何でかっていうと、そのやっぱり自分の食事を整えて普段の生活習慣を整えてるからだと思っていて、そうですね。そうですね。まあ難しく考えずに、はい、もちろん僕もめちゃくちゃあります。アンチもいますし、陰打ち言われますし、そのでも、もう構ってちゃうんですから、はい。その逆に自分のことを見てくれてるじゃないですか。はい、逆に その人たちからしたら僕は憧れの存在なんだぐらいの感じで思ってるんですよ。まあ必ずそうとは限らないですけど、そう考えかん、あの変換するようにしてて、そうやって、そうですね、そういうのを乗り越えるというか、考えないようにしてるんですよ。なので、であとは親しい友人に話せば聞いてくれますから、はい、まあ、親しい友人もきっといっぱいいらっしゃるでしょうから、その中で、はい、こいつなら大丈夫だっていうやつ話していただいて、バランスですかね。はい、まるで悪って捉えるんじゃなくて、バランス取りながら、はい、うまく付き合っていけたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ他にご質問など。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、やはり長男なので横断道路を行われたのになら原因にならないということが一番大事だと思うんですけども、はい、例えば食塩からとか番組とか気をつけても、はい、腸ってもっとすごく直結してる部分があって、はい、歯と歯の滑りや、あと緊張感の悪化すると急にお腹が痛くなったり下痢になっちゃったり、はい、また逆に旅行や出張でダイブに行って生活環境が変わってしまうと、はい、そういう時、まあ、食事の場合もありますし、はい、なかなか維持した腸内環境が行われないと思うんです。特に女性、私はあまりやらないんですけど、やはりお友達の話を聞くと便秘になりがちだっていう女性の方が多いし、はい、ただ肝臓が変わってしまうと対応というか、そういう場合に、まあ、食事も気をつけてても、やはり3日4日、特に例えば海外とか、はい、頭の出張国内にいたとしても、肝臓が変わって、私のしている人が5日間、お通じが7日間帰ってきたとか、はい、っていう方も、はい、結構話を聞きます。はい、はい、そういった時の対処の仕方を一つと、はい、あと、これから、福島市の社員サロンを払われているということなんですけれども、そこに行ったとき、自立する、お腹、例えばどんなことを、シェフの腸内が問診とか、はい、食生活を聞いたり、また先ほどちょっとでもついたら、お腹を食べて、お腹を飲むようなものがついたんですけれども、はい、施術というのは、まあ、お腹がセルフで施術がすることができるか、ちょっと教えてほしいと、はい、あとその、ただでどんなことをやりたいのかというか、はい、その人たちに教えていただきたい。はい、ありがとうございます。じゃあ1つ目なんですけど、その出先とかその長期の、外出でその、まあ、お通じが出ないというところなんですけど、まあ、本当僕の知見で申し訳ないですけど、僕は普段から食事を整えていて、生活習慣も完全にもう自負をしていますって感じになっているので、なので僕はちょっと出先でもやっぱり毎日出ると思いますし、まあ、でも女性とかその、まあ、ホルモンバランス結構男性と比べるとやっぱり多様な多感といいますか部分があるので、その完全にそうですね、その全部これをやったからといってきっと女性の特有のものがあってきっとうまくはいかないと思う時に、そうですね、ですし脳腸相関という言葉もあって、その脳で感じたストレスが腸にダイレクトに来るんですね。なのでその出先っていう、こう普段慣れていない環境とか、に行った時にそうなるのはまあ仕方ないのかなと思うんですけど、そうですね、ですしあと便秘の何が良くないかっていうと、そのお通じっていうのはデトックスなので毒素なんですよ。でその毒素を自分の体 その腸の中にずっと溜め込むのって、シンプルにその体に毒を溜めてるのと一緒なので、それがその便秘の良くないところなんですよ。なんでそれはやっぱり
すぐに解消していただきたいんですけど、そうですね、やっぱり普段から出せる体づくり腸のところあるかな。あとはさっきも言った孫優しいを意識して、あと水を飲んでっていうのを外出先でも、まあ、少しでもできる限り、自分のできる限りでいいのでやっていただけると、まあ、多少違うのかなと思います。例えば逆に、前小学校とか中学校でも刺されるとお腹痛くなって下痢になって途中から抜ける子供とか、はい、いますよね。やっぱり緊張しちゃうとお腹痛くて、はい、うん、便秘じゃなくて、うん、今度は腸下痢みたいな、お腹痛いっていう形で、はい、その子も別に行きたいわけじゃなくて、その緊張して、うん、なってしまってるっていう、はい、お友達もいたりして、はいはい、やっぱり便秘も悪いですけども、いきなりの毎日の下痢も悪いじゃないですか、はい、そうすると水分不足になっちゃうし、はい、やっぱりその辺のバランスというか、はい、本当にだからやっぱり精神的な脳とすごく直結してる部分だなって感じるんですか、はい、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、その本当に脳と腸つながってるので、それをどうするかって言われて、その自律神経を整えるという意味で腸活していただいて、普段からそういう、こう不測の事態に対応できる腸内環境、体づくりをしていただけると、うん、いいのかなとしか、ちょっと僕の今の先生技術や知識では言えなくて申し訳ありません。サロン、はい、はい、あ、はい、はい、僕その今日本美腸協会というその協会の、美腸プランナーという資格を持っていて、それをもとに今のこういうスライドとかそういう知識、発表発信させていただいていて、そのさらに上位の資格として腸もみのセラピストという資格があるので、それを取ってサロン展開しようと思っているんですけど、まあ、なので僕もまだまだその知識もまだ分からない部分はあるんですけど、腸もみ、その腸活は基本的にその体の内部からのアプローチなんですけど、腸もみは外部からそのお腹もんでるという方いましたけど、外からのアプローチをすることによって腸の蠕動運動ですとか、その腸本来のその活動、運動を高めてあげて、外からの刺激で出させてあげる、腸内環境を整えてあげるというようなことを目的に腸もみをしたいなと思ってるんですけど、であとセルフの施術ですか、はい、で腸って溜まりやすい部分が4つあって、まずこの四隅がすごく溜まりやすいって言われてるんですね。なのでこのお腹の右側の下腹部、右側の上腹部と、また左側の上腹部、左側の下腹部、ここに便が溜まりやすくと言われているので、ここを時計回りにギュッ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 と、でそれを何回も繰り返すというふうな形で、自分のセルフで腸もみをしていただけると、ここに溜まってる便が少しずつ少しずつ移動してポンと出るのかなと。僕毎日快便なので僕はやらないんですけど、出ない方はそういうふうにやっていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あとまた質問などあると思うんですけれども、この後懇親会がありますので、その際に直接大輔さんの方に聞いていただければなと思います。はい、じゃあ以上、はい、私はここでご退席いたします。ありがとうございます。させていただきたいと思います。ベースがですね、最近取り組み始
ご紹介させていただきます。最近チャリンガーセーブというものを始めまして、もうご存知の方もいるかと思うんですけれども、チャレンジャー制度というのはチャレンジャー、サポーター、スポンサーの3つのプランからなっております。何かに挑戦したいけど何から始めていいのかわからない、一歩踏み出したいけどなかなかその一歩が踏み出せないという方には、そんな方の背中を押すためにあるのがチャレンジャー制度というので、そのチャレンジャーの募集に伴い、一緒にチャレンジャーを応援してくれるサポーターやスポンサーも同時に募集しております。少しでも気になった方は、受付でお配りしたアンケート用紙の中にですね、チャレンジャー、サポーター、スポンサーのプランのところにチェックをつける欄があるので、気になるところにチェックをつけていただければなと思います。でもっと詳しく聞きたいよという方は、スタッフにお声掛けいただければ説明しますので、イベント終了後お声掛けいただければなと思います。それでは今からですね、アンケート記入時間を設けますので、皆さんアンケートの記入の方をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。